地木器、芥川龍之介。僕らの性格は不思議にも大抵首筋の線に現れている。この線の鈍いものは敏感ではない。それからまた僕らの性格は声にも現れている。声の硬いものは必ず強い。タケのコ海苔、蕎麦。こういうものを猫の食うことは 僕には共担するほかはなかった。ある教信者のポルトレ彼は皮膚に光沢を持っている。それから熱心に話すときはいつも片目をつぶり、銃でも狙うようにしないことはない。僕は話に熱中するたびに左の眉だけ上げる人と話した。ああいう眉は多いものかしら。僕は教育なり趣味なりの 大抵同程度と思う人々に何枚かの女の写真を見せ一番美人と思うのを選んでもらったが25人中同じ女を美人と言ったのはたった2人いただけだったすなわち女の美醜を決めるのさえ100分の4以上を超えないらしいしかもこれは前に言ったように教育なり趣味なりの程度の似通った人々の間だけである 果物問屋の娘の話、川にスイカが1つ浮いていると思ったら、土左衛門の頭だったのです。僕は太った人の手を見ると、なぜかアザラシのヒレを思い出している。僕は女の人生の戦利品を3つ記憶している。1つは長女に後ろを向けて、次男に乳を飲ませている母親。1つはある女給の胸に下がった、 いろいろの学校のメダルの一さ、一つはあるクロー上がりの細群の必ず客の前へ抱いてくる赤子